金はあるディスペラー戦絶対このままじゃ終わんねえからな俺ら。それだけだ、それだけ出してくれ。歴史的なアクション、歴史的瞬間、俺は新日本プロレスワールドにてこの目で見ましたよ。絵になる2人、そしてもし共闘するのであれば魅力的なチームになるだろうね。でもさ、あの瞬間彼には突っぱねてほしかったな。ゲドーのサポートがなくなったら次は棚橋にサポートしてもらおうってこと？彼自身が俺は誰かにサポートしてもらわないと輝けないんですってそう言ってるような握手に俺は見えたね。まあワクワクしてるお客様たくさんいらっしゃると思いますが、だからこそ俺は彼に問いたい。お前本当にそれでいいの？まあまあ俺には関係のないお話ですけどね。では皆様、次は仙台、長野、静岡、それとも大阪、まあどこかの会場でまたお会いしましょう。アディオス。